はい、では今回は、UPS 停車の仕方についてお願いします。UPS 停止させるのは非常に簡単で、ちょっと待ってね。まずは、このステームバイをします。はい、ポチッとな。で、電源を切ります。パチッと。そしたらこの元栓を閉めます。間違いないようにしてくださいね。無理閉めです。ゆっくり本当は閉めてくださいね。で、この赤印のこのぐらいまで閉める。で、供給が、元栓も閉めます。こちらも閉めて、こちらも閉めます。はい、はい、閉まりましたね。そしたらこちらの方も閉めます。一応このぐらいの芯くるまでなってます。で、ここを閉めます。これでいいです。で、これでできる。で、ちょっと悪くなりますけど、まあ、下、ターボブシモブ引いてくれますから、大丈夫です。で、冷却水はもうずっと止めないことにしてますんで、このままでいいと思います。以上で終了ですね。